本日も、素晴らしいゲストの皆さんにお越しいただいております、お電話でつながっております、9月の11日渋谷区の桜ホールで行われます童謡日本ライブ、コンサートの、実行委員会包括プロデューサーでおられます田島理恵奈さんに、お電話つながっております。田島さん、こんにちは。こんにちは。はい、はい、本日この、田島さんが中心となって企画されています、童謡日本ライブ in 渋谷というコンサートなんですけれども、はい、このコンサートはどうした内容になっているんでしょうか。はい、こちらですね、童謡が、1918年に子どもたちの心を育む文化として児童文学雑誌赤い鳥というところに創刊されまして、2018年今年100年を迎えます。で、この100年の童謡を、皆さんでお祝いしましょうということで、童謡日本ライブ in 渋谷ということで今回ライブを企画しました。なるほど。童謡を中心としたライブというのは今まで私聞いたことがなかったんですけれども、一堂に素晴らしい、ゲストの、出演者の皆さんが歌われるということで楽しみにしております。どういった歌手の皆さんが参加されるんでしょうか。はい、今回はですね、童謡の謎という童謡ってこうやって作られたんだよっていうことを書いた、著者のゴーダミットさんっていう方を中心に、ゴーダさんが構成演出会議として、出演もされるんですけれども、ゴーダさんを中心にですね、四季の歌で有名な芹陽子さんや、世に咲く花のようにとか、まあ、いろんなアニメとかですねの歌を歌っていらっしゃる高尾子さん、そして皆さんよくご存知のジブリアニメの、隣のトトロや、天空のお城ラピュタなどを歌っている井上あずみさんと、今回ですね、井上あずみさんのお子様でゆうゆうさんと一緒に親子で歌っていただきます。その他この親子でいらっしゃるんですね。そうなんです、親子さんなんですね。でもうゆうゆうさんもとっても NHK の、歌の番組とかに出てとっても人気があってですね、親子さんで活躍されていらっしゃいます。なるほど、はい、すごく楽しみですね。何曲ぐらい歌われるんですか。そうですね、全部で25、6曲は歌うか、あと皆さんでですね、全員でと、はい、いう形ですね。まあ、同様にはすごくやっぱり歌詞の中に優しさとか思いやりとか命の大切とか平和への感謝っていうようなですね、人として忘れてはいけないメッセージがたくさん込められているので、まあ、この童謡をですね、聞くことでさらに自分で歌うことで、そして子どもから大人まで人の心を豊かにする力があります。で、まあ、今回この童謡の力で人と人の心を一つにつないで地球に愛をということでですね、テーマをちょっと大きく掲げて、でまた渋谷が国際都市渋谷というふうに歌っているので、まあ、国際都市渋谷から世界へこの童謡の力で人と人の心を一つに結んで地球に愛を与えましょうというようなですね、ちょっと大きなテーマを抱えて今回この童謡ライブをやります。なるほど、素晴らしいですね。童謡の力で人と人の心を一つにっていうのが素敵だなと思ったんですけれども、ありがとうございます。やっぱりこう童謡を聞くと懐かしい気持ちになって、子供時代のことを思い出したりして、その、大人になってももう一度この子供の頃に戻れるような思い出が蘇りますよね。そうですね、皆さんも世代によってもやっぱり聞く歌がいつ自分がその世の中の背景ですから、そういうのも全部自分の思い出とリンクするところがある。